全国でまあスクールとかさせていただいてるんですけど、まあ、まず一つスクールに来たいっていう人ってやっぱり1年から3年ぐらいの人が多くて、5年を過ぎると結構実は激減するんですよね。でそれって多分まあ他のスポーツとか他のことにまあ置き換えてもらったら分かると思うんですけど、5年ぐらいやったらまあ何となく自分で分かってるし、そんな教えてもらわなくてもどちらかというと教えてあげる方に変わっていくのかなと思います。でも自転車、特にまあ今回ねスポーツサイクル、特にロードバイクであったり、まあ、レース的な機材乗られてる人っていうのは本当は実はこれすごい特殊な乗り物だと思うんですよ。で僕ももう高校の時からずっとロードバイク乗ってますけど、車で言ったら F1 だと思うんですよね、うん、すごいスピード出るし、実際僕ねロードバイクで一番スピード出てるのって下りで100キロは超えてるんですよ、うん、でいや絶対出ます。多分僕より体重ある人だったらもうちょっと出ます、はい、でこれってツールドフランスのトップライダーより出る可能性があるわけですよ、下りで一緒に下ったら。それってすごくないですか。ツールドフランス一番速い人よりも下り速いなんてね。でも曲がれるかどうかは別なんですよね。で皆さんがこういうスポーツバイクに乗り出したきっかけの時って、別にそういう例えば車出たら F1 乗る時って絶対誰かに教えてもらうとかちゃんと講習があったあると思うんですけど、ロードバイク乗る時ってないですよね、うん、これって実はすごいことで、ね、車で言って例えば皆さんまあ免許持ってると思うんですけど、例えば明日鈴鹿サーキットでフォーミュラカーを走るイベントがあるから君も乗りなさいって、じゃあ明日ねって言われたらちょっとやばくねって思わないですか。でみんながそれが世界のトップドライバーが来てて、いや鈴鹿の直線ドライバー250まで出してみようよって言われたら、いやそれはって思うと思うんですよ。でも今皆さんロードバイクに乗ってやってることってほぼそれと同じなんですよね。だから実は全然ちゃんとした知識もなくずっと乗られてる人が多い。で、まあ、もちろん僕も最初やりだした時っていうのは日本でやってて、まあ違和感なくそういうことやってたんですけど、まあ、僕はもう高校卒業してすぐまあヨーロッパの方に行ってて、ヨーロッパでクラブチームにずっと入ってたんですよね。で入ってやってるとそういうことは本当はもう子どもの時にずっと教わっていくことがあってあそこに至るわけですよ。でも日本ってそれ全部はしょられてるんですよね。で多分自転車好きな人だったらそのロードバイクに乗るとか自転車 その基本的な話ね、よく雑誌で特集されたり、よくなんかこうインターネットでも出てくると思うんですよ。だから例えば練習はこういうふうにしたらいいとか、走るときはこういうふうにしたらいいみたいな。でも実はその基本の前の基本って日本でほとんど伝わってないんですよね。これどういうことかって、当たり前のことは書かないし言わないんですよ。ほんならヨーロッパで自転車のことっていうのはもう僕らが知ってる以上の、ね、ことを知ってるし、レベルも高いんですよ。ほんなら彼らが教えるときっていうのは、彼らが僕らに教えてくれるときっていうのは当たり前のことって実は言ってないんですよね、うん、でも僕らはそれを知らなくずっとやってるんで、もう野球で言ったらバットの握り方ってこうやけど、こうやって握るって誰も言わないと、そういうの大人になってから野球集まった時にね、こうやって握るやつとかね、こんな感じで握るやつはいない、こんなことは当たり前やから教える必要ないわけでしょ。でも本当に野球知らない人だったらちゃんとこれから教える。でもこれって大人になったら誰も教えてくれないんですよね。だから自転車って実はそうで、皆さんこうやって普通に乗るのは乗れるんですよ。子供の時からママチャリ乗ってたりとかね、そういうのやってるんで。でもさっきも言いましたけど、これってフォーミュラーカーと一緒で、実はちゃんとしたテクニックを持ってないと安全に速くって絶対無理なんですよね、うん、そこをなんかこう僕のまあ今までの経験で何かうまく伝えれればいいかなっていうのが、こうちょっとスクールをやってきた経緯なんですけど、まあ、ちょっとこんな話をねずっとやってると1時間でも2時間でも喋れてしまうんで、まあ、どっかでこうちょっと普通の実技に変えていこうと思います。でちょっとまあ皆さんじゃあ自転車持ってこっち来てもらっていいですか。実はヘルメットってまあこれね昔かぶってないんですよね。ツール・ド・フランスの昔の映像を見たら分かるけど、ほぼ誰もかぶってなかったんですよ。で僕は現役の最後の時に実はこれヘルメット着用義務ができてきて、それは変な話ですけどヘルメットをかぶらないといけないみたいな話になったことが後となって死んじゃった選手がいるんですよ、まあ、春先のレースパリニースっていうレースなんですけど、その前の年キビレフやったかな、ツールドフランスで結構大活躍した若い選手がそのパリニース走ってる時にヘルメットをかぶらなくてよかったんですけど、ゴール前だけ危ないな、ゴール前だけじゃあヘルメットかぶるかって言って、チームの選手にごめんちょっとチーム外って俺のヘルメット取ってきてくれって言って、
ほんで集団の後ろの方でアシストの選手がヘルメットを何個かこう背中に入れたりとかこんなとこにつけたりしてね、帰ってきて選手にはいよはいよはいよヘルメットって配ってて、そのエースのキビレフがさあかぶろうって言って手を離して、この瞬間に集団落車が起こって、でそのまま頭を打って亡くなっちゃったんですよ。でこれは危ないヘルメットって言ったけど、実はヘルメットかぶらなかったら実は事故も起きなかったっていうね。まあまあヘンテコリンだから、ちょっと最初の一歩がヘンテコリンやけど、でもそれをきっかけにヘルメットをかぶっとかないと危ないよねっていう話になってかぶるようになったんですけど、あのヘルメットもね、実はかぶってりゃいいってもんじゃなくって、かぶり方によって全然安全度は違うんですよね。あの絶対大事なのはまずあの緩みがない、この紐のところで緩みがない、まあ、大体一般的には指1本分ぐらい入ることが大事かなと思います。でその時にあと今これなんていうかな、金具じゃないな、プラスチックやから、このねちゃんと紐を固定してるこの金具はちょうど耳たぶの下のあたり、これが例えばすごい下とか、あの例えばもう耳に当たってるような状態とかだと、あのこれ実はヘルメットで簡単に動くんですよ。であのよく紐の緩い選手、実はヨーロッパ結構多いんですよね。ヨーロッパでもともとやっぱヘルメット文化じゃないんで、中にはねちょっとやってみますけど、どのぐらいかな、まあ、このぐらいね、実はプロ選手結構多いんですよ。だからあの本当は全然安全でも何でもなくって、彼らはちょっとね調子乗ってるところはあるんですけど、まあこういう感じのヘルメットのかぶり方ですよね。でこれで何が起きるかっていうと、まあ、例えば落車しますよね。バーンって落車して頭を打った時、こういう乗っけてるだけみたいなヘルメットのかぶり方をしてる選手がいるんですけど、こういう全体的に緩い、まあまあ確かになんか涼しい気はしますよね、びっちりしてへんから。でこういう状態でバーンと当たると、当たった瞬間におでこ丸見えなんですよ、うん、でこれ動いた瞬間で実はヘルメット割れないんですよね、うん、ほんなら例えば時速40キロバーン落車した時にこの状態になったってことは、ヘルメットは割れずに頭が割れるっていうね、なんか本当なんかコミカルな全然笑えないジョークみたいな状態、もう血まみれになって頭なんかこのブワーなってね、でも見たらあれヘルメット全然ここしか気づいてへんやみたいな、全然ヘルメットの意味をなしてないんですよ。だからちゃんと最近のヘルメットだったら後ろにこのあのダイヤル式でねちょっと固定する、これもあの思いっきり締めなくていいです。あのこうやってちょっと動かした時に横にこう動かない程度にある程度こう締めておいてもらって、でその次にちゃんとこの耳のところのね、このプラスチックがちゃんと耳たぶの下に行くようにちゃんと位置を変えてもらって、最終的にここの、ね、あの顎ひものところ、だいたい指1本ぐらいのところでこう固定されるような、はい、イメージであれば大丈夫だと思います。でよくあのアンチヘルメット的な人がこうあのいや暑いでしょ、うっとしいでしょって言うんやけど、もう極論で言うと、うっとしいやったら走らんでいいんちゃいますって僕は思ってるんでそこまで嫌やったらね、はい、まあ一応それをちゃんとね、ヘルメットまずあのやっぱり頭を守るって結構大事だと思うんで、あのちょっとここは意識してください。ちなみにですけど、最近のヘルメットはかぶった方がかぶらないより涼しいんですよ、うん、あの風の流れが実はヘルメットの中の方が速いように作られてるんで、要は抜けるように、はい、だから実は頭の中っていうのは意外とそんな言うほど暑くはないんですね。だからまあ今ねレーサーキャップとか被られてるけど、本当は被らない方が夏なんかははるかに実はいいと思うんで、冬は逆ですよね、逆に被ると寒すぎるんで被った方がいいと思います、はい、でまあ今ちょっとこれから徐々にこうちょっと実技の方に変えていきますけど、自転車の乗り方の時に大事なのは、もう当たり前なんですけど、ちゃんとハンドル握ってくださいっていう話ですよね。でちゃんとハンドル握るってどういうことなのっていうのが意外と伝わってないんですけど、僕はハンドルを握るときに絶対大事なのは、まずまあ普通にハンドルこう手を置きますよね。でその時に小指だと思うんですよ、うん、あのね結構ブレーキレバーとかハンドル握ってるよ、小指離れてる人って多いんですよね。で多分まあ野球やられてる方とか、あとテニスとか剣道とか何かを握って道具を使うスポーツされてる方やったら分かるけど、小指離すって絶対ありえないと思うんですよ、うん、特に野球とかゴルフやったら多分小指離れた状態でバーンって打ったら多分バット飛んでいくとかクラブが飛んでいくっていう話で、実は自転車も全く一緒なんですよね。あのハンドルを握っている時に小指が離れてると、衝撃を受けた時に手がパーンと離れるんですよ。でちょっとぐらい握力強い人でも、あの小指離れてるともう握力って全然出ないんで、あのそうですね、ちょっと前来てもらっていいですか、はい、なかなかいい自転車で、これ最近買ったんですか、1年半ぐらい、1年半ぐらい
いいですね。この間これじゃなかったですか。はい、ちょっとこれ僕にくださいあのいやかじゃあ賭けしましょうか。あのハンドル握っておいてもらって、はい、あのこの手が離れたら僕もらっていいですか。はい、わかりましたじゃあ条件があってちょっと小指離してください小指だけね、小指だけ、小指だけ離してガーッと握っておいてください。はい、はい、絶対離さないようにしてくださいね、はい、せーの、もう自転車もらいましたリベンジしましょうか次、はい、なもう一回小指離しておいてもらってこれでもしもう一回取れたら、はい、あのもうヘルメットももらいますねじゃあねちょっとかわいそうなんで、はい、次はあの小指締めてください、はいはい、でも今度さっきみたいにグッと握らなくていいです、はい、もう軽くでいいです、はい、ああすげえですね。取れないんですよ全然、はい、これ全然あのネタでも何でもちょっと試しにちょっと2人ペアになって1回やってもらっていいですか。ちゃいました今ので分かるようにあの小指が離れてると本人は握ってるつもりでもあの衝撃で全然ダメなんですよね。まあ基本的にはね小指がやっぱ離れてると握力は出ない。なのであの今やったように小指をこう当たってると握ってると実はそんなにグッと握らなくても握力っていうのは倍増するので、まずハンドルを握るとき今日走るときなんかでも意識的に小指が例えばハンドルを握ってるもしくはブレーキレバーの時にこう当たってるとかね、僕は結構こういう巻くような感じにすることが多いんですよね、うん、っていう風にしてもらうと例えばこう今日なんかでもこう景色いいねってこう見てる時に例えば前に不意に段差があった時にバーンとなったらねたまに手離れてこける人とかバランスを失う人いますけどそういうのが少なくなると思います。ちょっとそこをねあの意識的に、はい、まあ、今ちょっと指のことをやりましたけどちょっとほんならねあの曲がる止まるっていうところが大事だと思うのでちょっと止まるっていうことをやっていきたいと思います。であの止まる時っていうのはあの自転車の場合まあ当たり前ですけどブレーキ2つついてると思います。前ブレーキと後ろブレーキで極論で言うとブレーキで一番大事なのは僕は前だと思うんですよね。うん、後ろよくあの前かけるとこうつんのめっていくからあの危ないよあんまり前かけへん方がいいよっていう人もいるんですけどあのそもそも後ろってね止まるためには作られてないんですよ。どっちかというと、まあ、あの自転車のバランスを取るもんっていうもんだと思ってください。もちろんあのブレーキとしてあの必要ないかっていうとそういうわけではないんですけどどっちかというとスピードのこうコントロールは後ろがしやすくって前っていうのはあのそのまあ、止まるっていうところの比重でいうともうほとんどが前だと思います。だからあの前ブレーキをちゃんと使えないっていうのは例えば選手でもそうですけど全然速くも走れないしかつあの安全っていう意味でないダメなんですよね。で制動距離って言っても後ろっていうのはすごい距離が必要なんですよ後ろで止まるのには。だから前をどれだけ上手に使えるか、はい、前と後ろのコンビネーションをちゃんと使うかっていうのが大事になってくると思います。で今回だからグラベルバイクだけかな、ディスクブレーキ、はい、他は、まあ、あのリムブレーキっていうあの要はこういうねブレーキのゴムがこうホイールに当たってこう止まるタイプのものなんですけど、まあ、最近ディスクブレーキが増えてきてディスクいいよっていうこともあるんですけどあの結論で言うとどっちもどっちです。一長一短はあります、まあ、ディスクの方がねあの雨でも制動パワーが確保されるんでいいよっていうことも言えるんですけどただねまあ、今日やるようなところの実はね微妙なスピードコントロールでちょっとディスクブレーキ難しいんですよね、うん、あの要はこう当たった状態でこうリムブレーキっていうのは滑っていくことができるんですけどディスクブレーキって実は当たってしまうとこう滑るってあんまりしにくくなるんですよね、うん、制動パワーが強いっていう、まあ、弱点でもあるんですけどなので実は僕もねあのロードバイク両方ともテスト的に乗ってますけどあの、まあ、別に下りをあの非合法的なことやってるわけじゃないんですけど下りのタイムトライアルをすると実はねディスクブレーキの方が僕は遅いですリムの方が早く下れますっていうのはやっぱり多分微調整が多分しやすいっていうかねそれに慣れてるんですけどあのちなみにどのぐらい制動距離が違うかっていうのをね前と後ろちょっとテストしてみたいと思いますけど普通のところでやるとねタイヤが多分1日持たないんで白線の上でやろうと思います。はい、で僕が向こうから走ってきてこの白線の上を走ります。でここでブレーキかけます、はい、白線の上に濡れてる白線でブレーキかけるってなんかちょっと良くないですよね。あ、大丈夫です。あの噛みついたりあの突っ込んだりすることないから別になったらあのこのコーンギリギリに、はい、いててもらって全然いいです。白線はそこまでねあの抵抗はあの少なくはないです。ただ濡れるとやっぱり滑りやすいんであのまずちょっとじゃあ最初にあの後ろブレーキだけでやってみますね。後ろブレーキだけでここで
こんだけなので、あの例えばここに誰か人が出てきたとするじゃないですか、なんか飛び出し坊やみたいなおっさんが出てきてね、でここでやばいと思って、ここでブレーキをかけてあそこで止まれるかっていう話なんですけど、ちょっともう一回やりますね。はい、まあこの辺で、あ大野市はいい景色だ、お城が見えるなって、おっさんが出てきたってなったら、もうおっさんそのままもうそのままドカーンですよね、はい、っていう風な感じで、後ろブレーキだけだったらこんだけかかるんです。次前だけでやってみます。はい、これが同じところから前でやると全然当たらずにいきます。もう一回いきますね。はい、まあ、このぐらいのスピードで前だけでこんだけで止まります。で今見てもらって分かるように前ブレーキだけですけど、別に後ろが浮いたりしないですよね。でちゃんとあのブレーキをかけるときに、あの体が前のめりにならないように、まあ別にハンドルの下を持っててもいいですけど、ハンドルの上でもこの時にブレーキをかけてちゃんと腕を突っ張るような、この状態ね、これだけで体は前に行かないんですよね、うん、っていうのをちょっと分かっておいてもらえれば、もしかしたら今日走ってる時に不意にね、なんか変な人が出てきたとかね、まあまあ分かんないですけど、何かが、うん、なんかタヌキ出てきたとかね、この辺だったらタヌキと、まあ、キツネぐらい出てくるのかな、あとは、あとアナグマとかかな。一回ちょっとこれみんなやってみましょうか。ここでブレーキかけましょうか。もう一回行きましょうか。はい、一回後ろだけで、はい、もう一回行きましょうか。ここで U ターンするようなコースなんですけど、実はこれむちゃくちゃ難しいんですよ。はい、でなんでこんな難しいことをやるかっていうと、一般道に出た時にここがむちゃくちゃ簡単やったら、一般道走ってて全然怖い思いはしないと思うので、あえてちょっと難しくしました。こんなコースロードレースでもあったら結構難しいやろなっていうぐらい難しいんですけど、ちょっと皆さん今日はちょっと将来ツールドフランス出ると思って、でこれがそのツールドフランス、皆さんが優勝を決める最終コーナーだと思って頑張って突っ込んでいってもらいたいなと思うんですけど、まずコツを先に伝えていきます。コツはコーナーの最中は基本ブレーキはかけないです、うん、よくコーナーの最中ブレーキかけんかったら曲がりきれへんやんけって言うけど、そうじゃなくって、コーナーの入り口までにコーナーに適切なスピードに合わせてやるってことが大事なんですよね。コーナーの最中はだからブレーキっていうのは基本は触らないです。特に前ブレーキなんかかけると最低でスピードがどんどん落ちていくんで曲がれなくなります。よく峠の下りでうわなんか曲がりきれへんかったっていう時っていうのは、だいたいコーナーの最中ブレーキをかけてる、あとはコーナーの最中に曲がりきれなかったらやばいなっていうところをだいたい皆さん見てます。まあここで言うとね、実は横ずっとこれバーで囲ってますけど、一箇所だけバー入れてないところがあるんですよ。でここは僕的に皆さんが多分曲がれなくて突っ込むであろうところなんで、多分皆さん何人か突っ込んでいくと思いますけど、そういう話をすると多分皆さん目はあそこに行くはずなんですよ、はい、もうすでにもう僕これ半分前振りなんですけど、多分そこを見ろよって僕は今暗示にかけてるんで、絶対見ちゃダメですよ。なんかダチョウクラみたいになってますけど、はい、見ちゃダメですよ、はい、見ないようにちゃんと来てください。ほんでまあ、ちょっと一回僕じゃあお手本的にやっていきます。これ左コーナーに抜けて最後にここの2箇所ね、この間を抜けていきましょうって。でもう一つだけ、この間を抜ける時の条件って言ったら変ですけど、焦がずに、はい、だからまあ言ったらこの入り口に入ってから出口まで焦がずに、はい、ちゃんと抜けていってほしいなと思います。っていうのは要はスピードが死ななかったらできると思うんですよね。コーナーの最中にスピードが死んで曲がると絶対できないんで、まあ、こういう状態で入っていきます。でちゃんとコーナー入る前に減速をして、ちゃんとこの状態で抜けていく、はい、このスピードで全然まだこいでないですね、はい、入り口のスピードがここまでちゃんと残ってます。この状態でちゃんとこの間を抜けていくっていう風な感じで、で、大事なのはコーナーに入るとき外足荷重になるっていうこと。たまにねコーナー入るときこう地面とこうペダルクランクが平行になってる人とか、もっと最悪なのは内側に落ちてる人とかいるんですよね。で内側の人って曲がれば分かりますけどペダル下に買いますよね。
で平行と外足荷重何が違うかっていうと重心の位置が実は微妙に変わっていくんですよ。で、あのこう普通にこう自転車乗ってる時、要は平行で乗ってる時っていうのは重心の位置は今お尻です、ね、でもこれ外足荷重でぐっとこう外足に踏ん張ると下まで落ちるんですよ。でこれは自転車を寝かした時に平行の時ここの重心でこうやるってことは一番自転車の高いところに重心があるんで外に押し出そうとする力が働いてるんですよね、うん、でもこれがちゃんと外足荷重この下でグッと踏ん張ってるとこのまあホイールの軸よりも外側で止めてるんで要は滑りにくくなるんですね一気に、うん、だからよくいやこのタイヤあまりグリップしないね滑るねっていう人は実はタイヤが滑る滑らへん以前に滑りやすいポジションでコーナーに入ってることが実は多いんですよね。まあ僕もね、それこそパナレーサーさんのタイヤとかもう20年以上テストライダーとかしてますけど僕正直今世の中に出てるタイヤでそんな滑りやすいタイヤって基本僕当たったことはないんですよね。まあもちろんその限界値の高い低いはありますけど多分一般的な人はそこまでね攻めれないです、はい、相当能力高くないとね。なのでちゃんと外足荷重にしてやるっていうことで、あともう一つは目の位置さっきも言いましたけど見ちゃダメよっていうのでちゃんとどこを見てるかっていうまずこの狭い道を走るときここを寄せるまずこっち側一回見るで次このコーン1、2、3、4でちゃんとここの先っていうだいたい自分の走る2秒ぐらい前をちゃんと見ていく頭ごとちゃんと向きを変えてやるだからこの時だったらこの辺からもうこっち内側を見るで先をちゃんと見ていってやるちゃんと見てやることで体はついていっていくんで、であと最初にも言いましたけどちゃんと指ね指がこう離れていくんじゃなくてちゃんとこう握ってるで外足荷重になってる、うん、っていうのが大事だと思います。まあまあ簡単ですよそんなに難しくないですよちょっとじゃあやっていきましょうか。目かけちゃうな小指離れてるよはい、足の位置ちゃんと出るほらペダルが平行になってるよちゃんと外足荷重で使ってね。めっちゃ飛ばしてる、はい、なんかカチンカチンになってるはい、外足荷重でどこを見るどこを見るそうそう自分が行きたいところを見ていくよね2秒ぐらい前を見ていくような感じね2秒ぐらい前をねできない人多いんですよ見てると、うん、速さとうまさは全然話違うんで、うん、でもうまく走れるってことは速くなる可能性はあると思います、うん、でそもそもやっぱり事故しにくいと思うんでねで今やったようにちょっと基本的な部分としてはまず止まるっていうところでその前ブレーキのその性能をちゃんと理解してもらう、うん、前ブレーキっていうのは使い方によってはすごい、まあ武器っていう言い方はちょっとレース的な考えで武器なんですけど何て言うんだろう、まあ、安全に走るためにもすごく大事な、うん、前ブレーキの使い方っていうのはねでも後ろがもう完全に何もなくていいよっていうわけではないです前と後ろのバランスっていうのは存在しているのでまずはただ止まるっていうことは前はすごい大事だよっていうことは理解してください。あと曲がる時っていうのは外側のこっち行ったら崖に落ちるよみたいなところは見ない、はい、基本的にはコーナーの出口ちゃんとどこに行きたいのかなってだいたい2秒ぐらい前をずっと見ていくその時に目の位置がちゃんと平行になってるでコーナーの最中っていうのは基本はブレーキかけないたまにすごいコーナーが大きくってとかねたまに入り込んでさらにブレーキかけないといけない時はありますけどそういう時にさっき言ったあんまりブレーキの効かない後ろを利用してやると意外と僕はいいのかなと思います、うん、で外足荷重になる、うん、意外と平行の時っていうのはやっぱり重心の位置が高いんで曲がらないんですよね、うん、ちゃんと外足でこれでやばいなっていう時はその足をこう踏ん張るような感じうってこう踏ん張ってやると重心がさらに下に行くようになるんでちょっとその辺りを意識してもらったら、まあコーナーリングはまあうまくいくかなと思います、はい、あとはまあ巡航の時もそうですけどちゃんと小指がね離れていないかどうかっていうのを意識的に、はい、やってもらっていいかなと思います。まあひとまずじゃあここはこれでおしまいで、
はい。